で一言だけ言うとですね、多分あの何人かの方にあ の中に入ってたと思うんですけれども、そのストーリーテリングに意味があるのはストーリーではなくてテリングなんですね。でストーリーっていうのは物語ですよね。で世の中に皆さんの周りに物語たくさんあるんですよね。でもほとんどの物語が誰かが作った物語だったり、与えられた物語なんですよね。で私たちはその与えられた物語、誰かが作った物語に合わせて生きるっていう生き方が最近非常に多くなってきている。で話すってことは非常に多いんですけれども、片岡さんもおっしゃいましたけど、飲み会で話すことも多いんですけど、これはただ話すだけですよね。話すっていうのはよく言われるように自分の思いを放つってことから話すって言葉ができてきたと言われています。でそれに対して語るっていうのはちょっとややこしい話で恐縮ですが、かたどるというのが語源だという説があるんですね。形を作る。で、ストーリーテリングが目指しているのはみんなが自分の思いや自分の物語を作るってことがすごく重要ですが、その物語を語り合うことによってそこに新しいものを形作っていくっていうのがすごく大きな意味かなと思っています。でちなみに話すと語るという言葉の対象語をつけて話すと意味が分かってくると思うんですけれども、人生を語るとか自分を語るとか社会を語るって言葉はありますよね。でも自分を話すとか自分をか、人生を話すとか社会を話すって言葉がないんですよね。でそこで語ると話すの違いというのはすごくよく分かっていただけると思うんですけれども、語るっていうことはもしかしたら、亀井さんが結果というような言葉をおっしゃいましたか。その結果が何かこう作り出していく一つのきっかけになるわけで、そういう意味で何かを作り出すストーリーテリングの活動がこれからどんどん広がっていけばいいなというふうに思っています。